素晴らしい。
いや、なんか、いや、まあ、はいつもですけど、はまあ、毎回なんですけど、毎は回やっぱり感動がありますね。い、ありがとうございます。なそうん言っていただかけるためだけに僕はやってますんで。ね。なんでか。だって、まあ、なることは予想してはいるじゃないですか、やっぱ。で、もう何回も、もう言ってもなんか、まあ、もう全部何回ですよもね。ですそうかですね。ら、来て本ま当すに。んで。ありがとうございます。まあ、でも、やっぱりなんかこう、感動があるというありがとうございます。か、不思議ですね、こよれ、やかっっぱた。り。いやー、もう本当に、喜んでもらえるのが、もう本当に一番嬉しいですいよ。やー、これはどうなんでしょう。今日は、はい。マイクで撮っておいたのああ、で、そうですよね。どう音違うかっていももうことう、が、相当わかりますよね。やっぱマイクロフラッグが、肝ですかね。肝、いや、まあ、他も、まあ、まあ、他も、まあ、フル、まあ、やっぱりバランスを取るっていうところも、やっぱり一番重要なところではあるんですよね。そうですね。いや、そうでそうそう。も、やっぱもう高さで全然やっぱ違うのそうで、なんですよ。これ全も、アンプのイコライジングのつまみみたいなもんですからね。然。まあ、そはうでい。すね。そうなん確ですかよ。に。だから本当もう、わかんないですね、本当に。ヴィンテージの、なんか、もうよく見るんですよ、動画とか。ヴィンテージの、何年のやつとかの音がどういう感じか、みたいな。でもやっぱその、あれによって全然違うっていうか、いそや、うなんまあですもよちろんね。だ、あれ太さも、違ったりとかもあるんでしょうけど、そのあれセッもティ結ング局も。ね、セッティング変えれば変わりますからね。そうなんです そうなよね。んですよ。はい。はい。できました。できました。あできりまがしとうございた。ありがまとうございます。す。はい。じゃあ、今日は、リーガープレイスにお邪魔しました。じゃあ、まあちょっと、じゃあ、いつものところに帰ってからまた、そのギターを検証してみましょう。じゃあ、じゃあ、飲んでください。さあ、今日は、ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。じゃあ、行きます。いやー、なんか、だいぶここに来るまで、一瞬なような、こう、何日も経ってるような、そういう感じがちょっとしますけワープ工法は結ど。構、やっぱり、ワープ工法を使うと逆に遅いんじゃないかっああ、ていう。そうですね。だいぶ1ヶ月ぐらい 時間が経ったような気がし、なんか、今一瞬ですけどね。まあ、そういう一瞬ですけど、フィーリなんかそングのが。間に、もう新製品も発売され、大量の、納品を済ませみたいな、そういうフィーリングがしなくもなしいですていけれる。ども。そうですね。まあ、ちょっとワープがするとなかなか時間の感覚がおかしくなるということで。まあ、リーガープレイスから帰ってまいりました。ということで、早速その、これですね。ジャーンという。こちらですね。ピッ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 先ほど、ピッ。いやフルセットアフルッセップトアッをプししてていいたただだいいたたややつ。つですけれども。これを、じゃあ、せっかくなので、いつもの環境でまた、ちょっとそう鳴ですらしね。てみましょこのギターは、う。こっちのボディは、結構昔にから、試奏会とか持ってたりとかして、あと、ラットのモディファイとか、そうですそれぐね。らいの昔の時に弾いたギまあ、ター。ピックガード変えたりとか、まあ、いそうろでいすろね。まあ、しいつつろいろ一がありつつます。で、まあ、ちょっと最近ちょっと今しかなと思ってたら、まあ、ネックも、またちょっと太いのつけてみようかなっていうんで、復活したものでございます。じゃあ、ちょっと、音の方、してみます。いつものところに戻ってきても、やっぱりセットアップしていただいた直後の確かめた感じがしますね、やっぱり。本当にリフレッシュ、あと、そうですね、おね。ろしたてというか、ハワリッと、なんかちょっと高級ギターみたいな感そうじいうフィーリングがしまになすりね。ましたけれども、まあ、こちらの方も、まあ、いろいろ今後と使っていきたいかなという感じがしました。ということで、リーガルプレイス会、多分何回かに分けてお伝えしてると思いうんや、です結けど。構大巨編になってるですね。感動巨編で。結構、いろいろなポイント取ったり、
そうですね、だから野口さんも結構録音録画してたので、はい、あの録画用の喋りをしていただいて勉強になるからにあのかなり真に迫るというか、はい、であの結構まああのいろんな方々あのリーガルプレイス動画上げられてるんですけど、はい、ちょっとあの、まあ、今回ちょっとまあせっかくだからというか、はい、ブラックフェイスにあのマイクを立てて、はい、マイクを立ててあれしたので結構それはあの実際本当に音変わってるのみたいな比較は聞いていただけるのかなっていう、うんはい、オンマイクのサウンドそうですね、はいはい、まあ、あの時系列的にはもう聞いていただいたっていう感じですけどえああそうですねはいということで、はい、はい、あのワープ候補を使ってました、はい、ということでロケ編ということでロケ編でした、はいはい、じゃあどうもありがとうございました、はい、ご覧いただきましてありがとうございました。